座の皆様、こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今、聖地で浄化をしております。さて、今日なんですけれども、魚座の方の7月の流れ、まずはホロスコープ、そしてその後でカードリーディングをしながら見ていきたいと思います。まず簡単に星の流れを説明していきます。魚座さんはね、ここに魚座さんいるんですけれども、魚座さんから見て 1,2,3,4 番目、双子座さんの部屋でこの金星と水星が輝いている状況なんですね。で、4番目の部屋っていうのは自分の家時間などを表します。実家などを表す時もあります。で、この18日までは金星が輝いている状況ですから、魚座さんにとって非常にインテリアに凝ったり、家のお片付けをしたり、花を飾ったりすることで、より運気はいい方向へ行くような感じです。そして18日以降なんですけれども、今度はこの金星が次の部屋に移動します。そうすることによって、出会い運、恋愛運が絶好調となってきます。魚座のあなたから、例えばイベントを計画したり、お誘いをしたりしてみて吉、とても盛り上がって楽しい時間を過ごせそうというふうに出ています。じゃあ今からカードリーディングしていきたいと思います。はい、それでは魚座の皆様、お待たせしております。いつもはカードのシャッフルの部分から取るんですけれども、今日はリーディングのみさせていただきます。まず上はこちらルーン文字を出しています。そしてこちら下方部は、ルノルマンカードです。ここね、愛情のルーンがね、ここ出てます。この X っていう文字はね愛情のルーンです。なんかこう愛に守られるっていう感じがするかな。なんかこう最近あなたが、7月までの流れを見てると、なんとなく意中のあの人としっくりこなかったり、疲れることが多かったり、あの人が疲れていたりとかね、体調が良くなかったりとか、そういう状況だったのかなって気がするんです。でもあなたはとても優しく見守っていたというか、ある意味案外自分を犠牲にしながらっていう部分も、もしかしたらあったのかもしれません。そしてじゃあ今月の流れなんですけれども、なんかこれはね、どちらかな。ここでエオという馬、距離を表すカードがリバースで出ていて、そしてこちらね、船が出てるんですよね。なので7月はもしかしたらお二人の間に物理的な距離が、例えばできる人もいるかもしれない。あとは逆に遠距離の人とかは、もしかしたらこれがね、会えるっていう可能性に取ることもできるのかな。ここを中心に鎌というカードが出ているので、これっていうのは、いろいろな結果が出るとかね、そういう意味もあるので、なんかもし距離があったとしても、なかなか会えなかったとしても、恋はやっぱり実っていく、やっぱり再会できるんじゃないかな。そしてアドバイスがこちらね、やらというカードのリバースで、もうとにかくコツコツと頑張っていく、日常生活を過ごしていく、もう一日一日の積み重ねが大切だよっていうカードなんですね。でこちらもね、やっぱり山というカードが出ていて、こうね、ようやく今月いろいろな状況を乗り越えたりとか、仲直りができたりとか、なんかあるかもしれないけど、またお二人の間に何かこう頑張らないといけない障害とか、そういうものがあるのかもしれません。でもこの山っていうのはね、私いつも思うんですけれども、山イコール悪いではなく、やっぱりこうコツ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 頑張っていこうねって、そうするといずれ山はきちんと乗り越えることができるからねと。時間は少しかかるかもしれないけど、花、恋愛としての喜びとか、嬉しい出来事とか、例えばあの人からの告白とか、仕事面でも恋愛面でもそうなんですけれども、嬉しい喜びが来るからねということを表してくれています。で、この花束の下にね、道というカードが出ていて、こうあなたとしては、魚座のあなたとしては、例えば仕事と恋愛とか、この恋愛をどうしていったらいいのかとか、迷う部分があるのかもしれません。でもカードが言ってくれているのは、もしあなたが例えば山に、障害にぶつかったとしても、コツコツと頑張っていくことによって、あなたの中できちんとした選択をして、愛、仕事というのを手に入れることができるよっていうことを、こちらのカードは言ってくれているような気がします。まずやっぱり繰り返しになるんですけれども、愛情のカードのルーン、そしてハートリング、月、花束といって、もうとてもとてもね、恋愛面とか心の幸せという意味で幸せなカードがたくさん出ています。でたくさん出ていて、こう何らかの答えが出てくるような気がするんだけど、それでももうしばらく、もうちょっとだけ努力をしてみようかっていう風な形。そうするとよりあなたの幸せ度が上がっていくよっていうことを言っています。まず先ほどお伝えした今月の星の流れなんですけれども、18日までは家時間が充実しそうなので、まずはあなたの生活環境、こう美しくお花とかを飾りながら過ごしていただきたいかなっていうこと。そして18日以降は出会い運も恋愛運も絶好調になっていくので、やっぱりこう嬉しい喜び、嬉しい喜びはあるような気がします。そしてその後、なんかいろいろ悩むことあるかもしれないけど、あなたが頑張ることによってまた幸せな出来事がどんどん入ってくるよっていうのが、これが今月の魚座さんの流れです。とにかく愛情のルーン、ラブルーンが出ましたので、それもね、この真ん中に出たので、とてもとても恋愛面において、あなたの心の幸せにおいて嬉しいことがあるのではないでしょうか。はい、これが7月の魚座さんの流れです。よかったら参考にしてみてください。